いやなんかね、山が何桜がこう 山桜ぽっぽっとね咲いてて綺麗だし、だいぶねこう緑もね山の色がねこう緑が新緑とか、うん、だんだんそういう感じになってきましたね。いやね、お散歩日和でございます。本当そうですね。今日はねちょっと陽気もね良くなってきたので、ちょっと奥多摩の渓谷を歩いてみようかなと思ってるんですよね。ね、まあよく使われ よく言われることだけど、え、ここが東京っていう感じですけど、本当に絶対言う、誰か一人は、ね、絶対言う感じですけど、でも本当に自然がねすごいいっぱいで、なんか終着駅って感じの雰囲気も、あ、そうですね、ここ終点なんですよね、うん、奥多摩は。あ、もうすぐ川が流れてるんだ。ね。あ、やっぱりほら、だいぶね、新緑のなんか色になってきて。緑鮮やかの中にちょっとピンクっぽいのもあるし、うん、なかなか綺麗じゃないですか。綺麗ですね、水が。すごい澄んでますね。うん、そしてなんかすごい工場が、ドーンみたいな。またこれに惹かれるわけですね。やっぱ廃墟好きじゃないですか。交流としたイメージが好きだって、前回のね長瀞に続き、これなんか工場とか好きの人にはあの辺りなんかこうガタッピシしてる感じとかが絶対こうなんか好きな人にはいいんだよなとか言って、人のせい、人のせいっていうか、いいんだよね、自分だって好きでしょ、だってこの縦増し縦増しでなんかした感じがね、モザイクっぽくなってる、なんか今日は渓谷山を歩くし、ちょっとマクロレンズが当てた方がいいかなと思って一応持ってきてみたんですけどね。で、まあマクロレンズって言ってもこれは、焦点距離100ミリのレンズです、うん、まあ、中望遠って感じですか。そうですね、うん、あ、うん、さあ渓谷ですね、渓谷行きましょう、渓谷、うん、すぐこう寄り道するからな。あ、ほらなんか綺麗にお花が咲いてたりとかして、おー、これはなんていうのかな、わからないです。蔵？ああ、そうですね。ああ、ブラトモミおなじみとなったら必ず蔵が出てくるという。必ず出てきましたっけ？でもそうですよね。結構出てきてますよね、蔵。うん、確かに。この辺に住んでる人はずっとこの川の音を聞いて育ってるんですね。あ、確かに、うん、そういうことですよね、うん、結構な音するじゃないですか、うん、下に降りられそう、うん、あ、見えてきた、見えてきた、あ、見えてきた、おー、河原が見えてきましたね。あ、今度は白い花だ。おお、小さい。ポットだと。ええー。それこそマクロが活躍する。ですね。あんまりマクロで撮ってないけど。よいしょ。そっちも橋だし、そこも向こうも橋ですね。
日原川起点。うん、確かにいい場所ですね、ここは。でしょう、あ、春だな。揺れる。怒られてた。魚の顔に見える。魚の顔に見えないですか。なるほどね。これはね。いや、いいじゃないですか。ね。これは。いやー。今日はもうここで。ね。ここずっとこうやって歩けるんですか？あ、でも私もあんまり遠くまで、この辺りまでは来たことなかったんですよね。川沿いと、あと森林浴コースだから山の方にも入っていける。あ、奥多摩は橋がたくさんかかってますね。今ここ、今ここでしょ。さっきあの赤いのかかってましたよね。あ、ここがあって、その前にもあった2つでしょ。最初にもうすでに私たち結構橋を渡ってますね。最初駅から歩き始め、あ、ここすごい。ああ、本当水が削った感じがする。ここ川の始まりが、まあ、ですね。からも降りれるのかな。あー、河原来ました。あ、やなんか赤い橋っていいですね。映えますね。今歩いてきたそこの吊り橋、なんか風景に溶け込んじゃってて。本当だね、やっぱ赤い橋の方がパキッとこう、うん、上から撮った方が川のなんかあの緑の色が綺麗だったのがよくわかりますね。あ、ここの木の根もすごいですね。ぐわっ、あ、こっちぐわっ、全部そうなんだ。ですよね。で、なんか木もすごいけど、それにさらにこうこのなんか植物がめっちりこう絡まったりとかして、うん。モミジも、これってなんかモミジの花らしいんですよね。そういうあの花とかに詳しい人に教えてもらったんですけど。あ、これは、これがモミジの花だそうです。へー。あ、上にも。うん。あらまあ、こんな可愛い花。ね、そうなんですよね。ね。うん、この先に神社があるんですよね、うん、そこに木があって、うん、結構な大木で、ご神木？それを多分そうだと思うんですけどね。
いやいや、どうも。あ、でかい。このなんか気持ちいいぐらいにまっすぐ伸びてますよね。いや、ここ何本もあれだけど、ここが一番太そうですね。そう、これだからこれ1本なんですよね。へえ。遠くから見たら3本に見えるけど、そっか、実は1本という。あら、書いてますよ、ちゃんと。あ、書いてます。鹿は3本過ぎって。根元近くから3本に分岐しており、それぞれが直立して一つの、これ樹幹でいいの、樹幹を形成しています、うん、そのため3本杉と呼ばれています。そっか、ここは1本で、ここから3本に分かれてるんだ。おお、ほんとまっすぐだ。すごい、素晴らしい。